それではマリオカート8の続きやっていこうと思います。じゃあ今回はどのキャラクターでプレイしようかな。じゃあ今回は女性キャラにしようというわけで、ピーチと見せかけてウェンディー。おお、熱い投げキスからのこのキリッとした表情、これは女子力が高い。というわけで今回はどのフレーム乗っていこうかな。前出たやつってなんだっけ、確か空豆。おお、なんかちょっと可愛いね。よし、じゃあこれでいこう。タイヤはどうしようかな。お、かなり加速が高いな。じゃあ今回は加速重視でいこうか。一番加速が高いのはスカイローラーかローラータイヤ。じゃあ今回はローラータイヤでいこうかな。その代わりマックススピードがちょっと遅いかな。重さもかなり軽い。お、さすがウェンディさん、ダイエットしてるのかな。見た目はどうかちょっとわからないけど。そしてスーパーカイト。お、黒とピンクの基調でかっこいいね。かっこいいしちょっとかわいい。おお、そしてこの表情この表情はすごくいいね。よし、じゃあ今回は加速重視でいくからパラシュート系かな。よし、じゃあパラシュートでいこう。そして挑戦するカップは今回はスターカップ。サンシャイン空港やドルフィン岬、エレクトロドリームにワリオスノーマウンテンと、一癖二癖ありそうなコースですね。じゃあ頑張っていきたいと思います。最初のレースはサンシャイン空港。高低差があって上下に分かれるコースがあるから敵の攻撃をどう避けるかがポイントかな。そして貨物を避けつつジャンプアクションを決めていきたい。さあうまくいくかな。まずはロケットスタート。よし、ほい。まずはここ、ほい。バナナはどこに置いちゃおうかな。ここを過ぎた、ほい。おっとっと、装備してガード、この辺、ほい。おっと、おお、アイテムはゲット。おっと、 うまい、やるな、ほい。あ、すごい遠くに投げちゃった、もったいない。あー、これはしょうがない。スピンパワーボ、ほい。お、空中で噛みつけ、えい。そういかないか、もうちょっと。おお、そしてジャンプ、よし。あ、自分で巻き込まれに来ちゃったよ。ルドウィックさんを痛い目見ていく。1位はベビーピーチ、ほい。もう1回か、どんどん行こう。おー、早い。おっと、あ、ラッキー。おっと、あ、うまい。あ、くそ、やるな。プレイヤーが上のルートを来るってことは分かってたかのような。あ、しまった、コインホスタに行ったら。やるね。しかし今回はちょっと仏の心を持ってプレイしようと思ってるので許してあげるで。みんなしてはしゃぎすぎでしょ。そっか、バナナを前に投げようと思うと下に下がってしまう。あー、これは、あや、くそ、くるよね。これはジャンプアクションできるかな。ほい、よし。さあファイナルラップ、この時点で3位か、結構きついな。おっと、あーっと、軽いから一気に吹き飛ばされるけど、お、ラッキー。これで1位がちょっと遅れるかな。おっと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 、おっと、ここは混戦状態、いきなり1位になっちゃって、ここで1位はちょっと辛いんじゃないの。よし、装備して逃げ切ろう。ほい、攻撃したい気持ちもあるけれど、次でコインだったら嫌だから、これキープしていこう。ほい、アイテムを取って邪魔しとけばよかった。おお、ジャンボなジェット機がかっこいい。よし、バナナはないな。最後のジャンプアクション、おっと、危ない。あ、ちょっと、ふう、オッケー。リカスミと同時にフィニッシュ。いやー、ギリギリの戦いだった。2位につけたのはベビーピーチか。今回は全部上の方のコースに行けたけど、そこをまんまと狙い撃ちされちゃったって感じだね。なんとか1位になったからよかったけど。おお今回のレースはみんなうるさかったの。
そう、ここはね、あのキノコダッシュ、ダッシュキノコ使わなくてもショートカットできるところだからきっちりやってきてよかったね。なんかこうして見るとウェンディーちゃんのでっかいリボン可愛いな。こんなキャラクター昔いなかったっけ、なんかヨッシーみたいな、なんて言ったかな。じゃあ次のレースへ行きましょう。うん、思い出した、キャサリンっていうキャラクターだ。まあそれはともかく、セカンドレースはドルフィン岬。このステージは結構難しいよね。コンピューターがかなり速い方だと思います。どういうルートをたどっていくのがいいのかちょっとわからないけれど、頑張っていきましょう。おっと、ロケットスタートをミスって、しかし加速が速いからあっという間に復帰できる。いいね。ほい、なんか今回はパックンフラワーが多いな。さあお食べ。お、なガードしているだと。やる、まずは真ん中。ほいからの、ほい、オッケー。おっと引っかかったぞ。ちょっとこれキャラクターによってなんかこれが出やすいとかそういうことがあるわけではないよね。ほい、ちょうど好きなアイテムが取れないようになっちゃうのか。手に入れたらすぐ使った方がいいかもな。おっとっとっと、結構滑る。スリップストリームが出ててほしいんだけど出ないな。スピードが遅いせいかなかなか追いつけない。ちょっと3位の段階でコインってちょっとしょぼくない？あ、いいよ、許してあげるで。今回はなるべく広い心でいこう。あーちょっと、いや、うーこいつ、いや、ここは慈悲深い心を持っていこう。おー、貴様ら仏の顔も何度までってやつなんだけど。ほい、ちょ何を受けたんすか。謎のダメージを受けてひるみやん。そう、ここは加速。ほい、いいアイテムちょうだい。これか、特にいらない。うっ、お前ら慈悲深い、慈悲深いこのウェンディさんの気持ちをもてあそびやがって。お仕置き、ほい、あ、ちょっとこれはやばい、危ない。普通のキノコしょうがない。なんとか3位ぐらいには入りたいけど、こっちの方行こう。ほい、ここが正念場。普通のキノコかしょうがない。ほい、おっとっとっと、危なかい。さあこの、あーっと重さで負ける。そしてここで、ほい、サインは入れない。あー今回はかなり攻撃されちゃったな。一気に順位を落として、同率1位が3位、3位じゃない、3人もいる。へえ、じゃあハイライトを見ていこう。いやーちょっと自分のやられたところがあんまり見たくないけど、あえてハイライトをリメイクして。あ、そういえばロケットスタートミスったんだっけ。注目するイベントはやられたところ。はい、せっかく慈悲深い心を持って挑んでいるのに、そこにつけ込んでくるコンピューター容赦がない。わあ、ベビーピーチがしっかりライバル化を蹴落としていく。ここ何受けたんだろう、もう一回見てみよう。ちょっとスローモーション、スロー、あ、ここよく見えてなかったけど、あ、本当にスローだな。おい、バナナがこの絶妙な角度。あー、ニコニコしてるバナナが憎い。グボースローだから悲鳴もブオーとかなってる。くるくる回転して、なるほど。あー、ちょっとこれは目の前のやつから攻撃されたのか。なるほどね、緑コーラを後ろに打たれた。そして最後はなんとかトリプルダッシュキノコで4位。いやー、ひどい目にあったな。くそー、これ以上やらされたらちょっと堪忍袋も僕は切れますよ。というわけで次のレースへ行きましょう。
サードレースはエレクトロドリーム。このコースは結構シンプルな作りなので、やっぱりアイテム攻撃がかなりきついんですよね。うまくいくかな。ここでなんとかファーストを取っていかないときつい。よし、今度はバッチリかな。全員がロケットスタート。ほい、アイテムゲットして、コインか、しょうがない。さっきはパックンばっかりだったけど、どうだろう。まずは触っていく。どっちに行こうかな。個人的には右の方が好みなんだけど、ぶつかす私が接触してブレーキかかっちゃったから後ろの人もぶつかるという玉突き事故になっちゃった。よし、まだまだ序盤だから OK。 ほい、お、いいぞ。ほい、あれと思ったら前に行きたい。あー、それはやばい。おっと、 OK。 誰かがノコノコのバナナを踏んでいるらしいけど、おっと、あ、ノコノコも意外と軽いんだね。よし、これは使いどころが難しいぞ。よし、バナナを使った後に投げる。いいよ、敵のガードがないところを狙うのが基本。よし、今度は軽く触れよう。 OK。 赤コーラか。抜かれた時にすぐ反撃できるけど、取っておくべきかどうしようか。おっと、ほら、ガードをつけてと思ったら来ないだと。よし、ほら、チャンス。おっと、このエレクトロパックン、あれがね、見づらいんだけどちゃんと攻撃してくるから気をつけないと。ほい、よし、ここは落ち着いて。ちょっと見えない、危ない。ほい、2位につけてるのはベビーピーチ。さあ、ここでなんとか引き離したいけど、もう一回右側行こう。ここは徹底して右。お、触ってないのに、どうなるこれ。よし、うまくガード。これは大きいぞ。よし、おっと、バナナ踏まなくてよかった。ほい、さあ、ラストスパート。ほい、ここで赤コーラさえ来なければいけるか。よし、なんとか思い通りにファーストでゴール。2位につけているのはルドイックさん。ベビーピーチは意外と伸びてないね。 OK。 あ、そうだ、ハイライト見ていこう。今回はあんまり攻撃されなかったね。さっきはひどい目やったから結構あの補正が効いたのかも。そうだ、赤コーラ投げるタイミングが良かったのかな。デンデンデンからの、あ、そうだ、あと敵の攻撃をブロックできたんだ。うん、結構あのちゃんと勝因がありましたね。 OK。 じゃあ次のレースへ行きましょう。さあ、なんとか総合1位でファイナルレース、ワリオスノーマウンテン。ここは周回するコースじゃないから、なんていうかのテクニックを修正していけないので一発勝負が怖い。安定行動でいくか、やはり最速を狙っていくか、どっちがいいんだろう。おっとっとっと、え、ルドイックさん早くね。結構滑る。あっと、これをいきなり、くそ、2位って意外と攻撃されやすいんだな。ちょ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 、大きく外からの、ほい、よし。そしてここはなぜかコンピューターが使わないショートカット。よし、コインゲット。ほい、投げちゃえ。よし、うまい。ちょうど横から当てる。ガードを崩して、おーっとっと、あ、高さが足りないと。このまま行くしかない。じゃあバババババ、ほい、危ない危ない。 OK。 この辺は加速があるから
バナナは使わない。ここでしょちょっと、あ、いたてててて、どういう落ち方したんだよ。まさか緑コーラを食らって壁をずり落ちる。ほい、あれいつの間にか1位に。ほい、おっと、キリキリ、ここだ、オッケー、当たったっぽい。よし、お、いいぞ、装備して、ほい、おお、相変わらずここは体が動くな。そして小ジャンプ、本物の競技だとジャンプしない方が確か早かったはずだけど、さすがマリオカート、ジャンプするだけで楽しい。ほい、これは左側、オッケー、よし、ここは逃げ切って、よし、おい、あ、後ろに打ちたかったのに。さあ、無駄打ちしちゃったけれど1位でゴールイン、2位はなんとノコノコダークホースですね。おお、なんとか1位になれた。じゃあハイライトを見ていこう。今回はちょっとリメイクを変えていこうかな。注目ドライバーをベビーピーチたちと、ルドイックさん、そしてノコノコかな、この3人に絞って何でも OK で45秒くらい OK。 さあ、後ろの人たちは何があったんでしょうね。意外としたたかなノコノコ、お、すっごい横になってる、お、かっこいい。例えばこのゲームはなんか上下左右でジャンプアクションが切り替わるんですよ。あ、お前しかも当たってないやん、今のどう見てもちょっと左の方だったでしょ。しかしあれでかなり順位を下げたかと思ったけど、ノコノコうまいな、おい。そして容赦のないバナナ、これ私が置いたやつだ。そしてノコノコは2位でゴールイン、うん、2位から4位の人たちがみんなで潰し合ってくれた形かな。 OK、 じゃあ次に行こう。さあ、スターカップ総合優勝は見ての通りですが、しかし今回のレース、あのドルフィン岬は本当にひどい目にあったな。あのコースはみんながこうアイテムをいろんなところからぶつけてくるっぽいし、うまく走れるのが、あ、ひどいな、これは分かりやすいですね。1位、4位、1位、1位と、これで結果としては総合優勝。さあ、ファイナルリザルトは54枚をゲットして1位と、そして新しいキャラクターをゲット。いいえ、 OK。 そういえばここって、あの左スティックでちょっとだけこのオブジェの動き変えられるんですよね。でっていうなんだけどさ、ちょっと遅くしたりちょっと早く回転させたりすることができるぐらいなんだけど、何か他にないのかな。 LR とか押してみる。あ、なんでもないな。 OK、 スターカップはなんとか優勝。 OK、というわけで新しいキャラクターをチェックしよう。新しいキャラクターはロイさん。なんかマスクをつけてるっぽいな。これもコクッパの一人か。ってことはあと一人だけ。うん、なるほどね。あと2体出れば全てのキャラクターがアンロックされるのかな。うん、頑張っていきましょう。今回はマシンパーツはないよね。OK。いや大変だった。ドルフィン岬でかなり落ちた時はどうなることかと思ったけれど、なんとか立て直せましたね。いや助かった。勝因はやはり赤コーラをうまく使って攻撃できたところかな。うん、今回結構思い通りにはなったかな。はい、では今回はこれで終わりにしたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。